はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。カイザーバリウスです。さあ本日なんですが、ついにね、診断でバンキッシュソウルが実装されましたので、作ってきました。ご紹介していこうと思います。かっこいいね、このモンスターね、マジでね。自分相手のメインフェイズに、まあドラゴン族以外の自分のフィールドのバンキッシュソウルモンスター一体を対象として、バンクスしながらっていうのが特殊ができるという効果、そして、自分相手のターンにコマンドを入力することによって効果が届けると、炎属性、地属性、闇属性のコマンドを入力すると、人の他のカードを1枚選んで破壊するという効果、そして地属性のコマンドを入力すると、表側表示のこのカードを相手が発動し受けないというコマンド、これをね、発動することができるんですね。バンキストールっていうのはこの手札の属性を見せた、この属性によっていろいろ効果が変わるという、まあ、そういうテーマでございまして、まあ、地属性、炎属性、闇属性で固めると、効果が、まあ、有効活用できますので、まあ、地属性、炎属性、闇属性で今回はデッキ固めております。はい、それ以外の、属性のモンスター入っておりません、メインデッキに。まあ、どういうね、動きをしていくかっていうと、なんか入れ替わり立ち替わり戦っていくみたいなイメージで、このラゼンっていうモンスターがね、こっち超イケメン。こいつが初動になっていまして、召喚特殊が成功したら、VS モンスターを手札に加える。まあ、エアーマンですね。で、自分相手のターンに炎属性を、コマンド入力すると効果高さだっていう効果と、サンダーボルトとかね、効かないっていう効果と、あと炎と闇の、コマンド入力すると、同じ縦列の他のモンスターを全て破壊するという、強烈な効果を持っています。この多分、腕についてるこの、なんだろう、大砲みたいなやつで、ぶち込むんじゃない、うん、で、破壊してると思うんだけどさ。これね、こういうね、なんかもともと格ゲーがテーマになってて、このデッキね。で、コマンドを入力するカードがいっぱいあるんですけど、これね、いや、この実装されると思わなかったわ。バンキッシュソウル、ジャオロンっていうモンスターですね。これが、実は2023年の7月とかのカードなんですよ。4ヶ月前ぐらいまだ。4ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、実装されてから、OCG にね。もうすでにマスターデータで使えると。これどういうこと早すぎない？どういうことってなったんだけど、このジャオロンとか、今回入ってるこのスノーデビルもそうですね。これめちゃくちゃ新しい方なんですよ。いや、そんなペースで実装するんだったら、早く、レスキューエースにもエマージェンシーくれよって思ってんだけどさ。ジャオロンくんとかもめっちゃ強くて、これコマンド入力すると、炎だったら、モンスターの表示形式変更できる。で、炎だったら、VS カード何でもサーチできると。これね、何でもサーチできるの、しかも自分相手に使えるんで、これ、ジャオロンくんの効果を使うと、自分と相手のターンで行ってこいでカードが2枚増えます。バインキッシュソウルカードが。で、さらにですよ。さらに、ドローするみたいなモンスターもいましてね。このヘビーウォーガーくん。これは、闇属性のコマンドを入力するとカード1枚ドローするっていう効果が、これ自分相手に使えるんで。これね、ヘビーウォーガーと、ジャオロンが並んでると、2枚バンキッシュソウルカードをサーチして、で、2枚ドローするっていう、マジでやばい動きが、4枚ものアドバンテージを稼ぐという、激ヤバムーブができるんですね。で、まあ、ドローとか、まあ、サーチとかがあるので、まあ、ドローしたカードだったら、手札誘発が一番やっぱ強いのでね。なので、ある程度手札誘発をたくさん入れておりましてですね、炎、地、闇の手札誘発が相性いいんですよ。まずはまあ、やっぱり、炎といえばうらら、地といえば、増殖する地、それからまあ、わらし、あと、ディメンションアタッターですね。これね、まあ一応墓地も使うっちゃ使うんですけど、別にディメンションアタッターぶん投げても別に動けるんですよね、このテーマ。なので、ディメンションアタッターは普通にその相手が死ぬから撃てば。だからまあ結構強いっていうのと、あとはもう B セット。マグナムートはドラゴン族をサーチできるんですけど、エンドフェーズに。これバリウス君がドラゴン族になってまして、バリウスをサーチする役としても非常に優秀なので、まあこれはここはマグナムートも入ってます。まあちょっと枠があればドルドブルームとかも入れたいですね。で、フェンリル君が非常に優秀で、これ地属性であり、かつ、フェンリルが地属性をサーチすることができる、または炎属性をサーチすることもできるんですね。で、このテーマ、リクルート魔法がありまして、デッキから、このステーキがソウル。これ手札のモンスターを見せますって、相手にね、自慢して、で、ミスターモンスターと属性が、同じで、名前が違う VS をデッキから出せるというふうに書いてあるんですよ。このカードがですね、要は、フェンリルから、火持ってきて、で、見せて、ラゼン出せるんです。エアーマンが。これがめちゃくちゃ強いですね。はい。で、他にも炎属性いっぱい入ってる。うららとか。うらら見せて、ラゼン出すとかできるんで。それ犯罪ムーブみたいな。でもできまして、まあ、今回はこれをガン積みしているというところですね。ちょっとね、デッキ構築かなりむずいんですよ。これ正直、このデッキ、やっぱ ラゼン書道が一番強くて、ラゼンとか、まあ、マットラブ書道じゃないと、ちょっとやっぱ妨害が用意できないというところで、まあ、それにアクセスできるように、例えば増援であるとか、それから、スモールワールドであるとか、
金丸金丸坪とか、まあ、こういう初動が安定させられるようなカードをいっぱい入れております。はい。で、結局ね、バンキッソウルってね、形成する場面そこまで強くないんですよね。例えば、一枚初動で有名な残機サーキュラーとかの話をすると、サーキュラーってなんか、一枚からありえない量の妨害が用意できるじゃないですか。でもね、ラゼンはね、そんなことないんですよね。ラゼンは、まあ言うて、一枚から妨害用意できるとしても、まあ1、2妨害くらい。なんですよ。正直。基本的には。なので、やっぱね、ある程度相手の、まあ、その展開を、1枚で止めれるような、例えばセンサー万別とかこういうカード。これ、バンキッソウルとめっちゃ相性良くて、種族全部違うんですね。こいつら。なので、センサー万別引っかからない展開できるんですよ。これを入れてね、相手の、例えばドラゴンリンクとか、あとピュアリーとか、残機とか、あの辺を、まあ、このカード1枚で詰ませようかなという感じで、今回組んできました。テーマかなり UR が多くて、組みにくいという話はあるんですけども、マジでかっこいいテーマなので、よかったら、気に入った方はね、組んでみてください。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。ラウンド1、ファイトガーンまずは、草取りだ、フェリルのコマンドを入力。お、なんかあるな。フェリルのコマンドを入力。地、いや、炎。炎コマンドを入力。ちなみに、このバンキッソウルっていうテーマはですね、格ゲーをモチーフにしておりまして、コマンドを入力する効果がありまして、さあ、ラゼンの効果。なにくっそやるじゃねえか。一応、無限保養とかね、エフェクトベーラーみたいなカードは結構ケアできるんですけど、裏側ケアできないですよ、さすがに。このバリウス君が一応フリーチェーンでメインフェーズ中だと出てこれるんで、なんかその対象になったモンスターを逃がすという動きができるんですけど、これはなかなかいい感じの動きはできなさそうですね。どうしましょう。まあ一応、バンキッシャーを出していきますか。バンキッシャー出して、これちなみにろくな妨害が用意できません。こういう感じだと。ろくな妨害が用意できないので、バンキッシャーを回収する動きじゃないですかね、これね。そうすると一応、あ、でも闇いねえな。増殖する地位でかますしかねえのか。闇いねえ、やべ。ちょっと、これ妨害としてはね、非常に雑魚です。これ雑魚妨害。一応フェンリルがいて、まあ、裏の増殖があるんでなんとかってますけど。はい。まあ、こんな感じでね、まあ、そんなにたくさん妨害用意できるテーマではないと。ルベリオン。なるほど。ルベリオン、まあいいか。B セットそんなに重いテーマじゃないので、まあ、今のところは大丈夫ですね。闇属性一応いるんですけどね、テーマ内に。クイックリボルブか。まあ、ドラリンですね、これ多分。いやー、うらら投げるよな、多分。4枚か、反動。で、これ、ハカーナ打ってもらって、増時通したい。ないか、なるほど。うららは通る。いやー、貫通されそうな気がしないでもないですけど、一応増殖する G はあるので、ドルイドか。ガンマ入ってないよね、多分あのデッキ。増殖する G。まあ、あったら多分打ってるよ。あったら多分打ってそう、さっきのターンに。まあ、トップ引きはあるけど。で、増殖する G 発動して、ドルイドブルームが特殊召喚され、いや、ドルイドはうざいな。これさすがにフェンリルか。あ、闇引いた。闇属性モンスター引いたぞ。闇属性引いたわ。これ来た。これバリウス君の効果意外と、地属性サスペンが。ラゼンで地属性サーチすれば、地、炎、闇、コマンド入力できるこれ。3個のコマンド入力できるこれ。ワンチャルド。お、展開止まったくせえな。ちょっと一応、ロックオブ・バンキッシャーの効果外するか。ロックオブ・ブアンキッシャーの、なんかあんだこれ。なに？まあでも言うて1回しか特殊召喚しないからまだいいか。これで怪盗引かれたら鬱陶しいな、マジで。で、ラゼンの効果発動。ラゼン君の効果によって、これ地属性だよな、多分。地属性で、これで地、闇、炎揃ってるから、まあ一応なんかやられようとしたとしても、大丈夫かなと。破壊できるかなと。あ、やべ、縦列ミスった。やべ、ラゼンは速攻じゃない、間違えた。
これエクストラモンスターソーンの試合出さなきゃ、ドラゴンリングだったら、やべえミスったわこれ、うわー今気づいたー、このラゼは絶対に皆さん同じミスはしないように、あのエクストラモンスターゾーンの前に、おやばい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 、カイト光ってる、カイト光ってる、やばいやばい、エクストラモンスターゾーンの下に出してください、ラゼン立てるやつモンスター破壊できるってことがあるんですけど、今、出すところ間違えたんで僕、はい、いやこれ破壊できたのにな、まあ一応今アブソルーターも破壊できる、まんま関係ねえか、いやでもこれリボルブドセクターを破壊すれば多分なんとかなると思う、展開止まるんじゃないかな相手、なのでブラリウス君の最強コマンド見せつけていくわ、ちょっと相手の増陣も痛いか、でリボルブートセクターが多分これ発動されるんだよこれ、でこれ竜の警告はどうでもいい、はい、でアブソルーター効果発動して出てくる効果まあどうでもいい、いや警告警告止めるのはあんまり関係ないもんね、これアブソルーター言ってるから、まあ、あんま関係ないのこれ警告は、やばい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 、手が増えてる、手が増えてるよ、やばいよやばいよ、俺がメインフェーズ中バンキッシャーの効果を使ったばっかりに、あそこスルーのがいいのかな、相手なんもしそうになかったら警告、はい、スルー安定の可能性があります、警告とかで落とすの、いやまあどうなんだろう、テンペストとか入ってればちょっと手数が出るってめんどくさいんだけど、テンペストとか入ってなければ多分大丈夫だと思います、はい、さあ何が起こられる、まあ、あんまり入ってるイメージないけどね、まあブラスターとかテンペストとか入ってる人あんま見ないから、あーオッケ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 ーってことはそうなるよな、でセクターだよな、いやそうなんよな、だからこれこうなんよな、ドローは許すが、いけバンキッソウルカイザーバリスバックテン、うわー超感ムービーだぞイケメンかっこいいマジかっこいい、ガッツポーズ、めちゃくちゃガッツポーズして出てきた、魂のガッツポーズして出てきた、デストロイフェニックスもびっくりの、うるせえ黙れバンキッソウルカイザーバレスの効果発動、コマンド入力チッホロ闇、相手のカードを1枚選んで破壊できる、くらえうわーレディートゥーファイトガーンバゴーンゲスこの効果マジ強いんですよね、なにえ、あいつ手数やばちょ、やばいやばいやばい、しゅ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 やばい、こっから展開されるもしかして、俺がバンキッシャーの効果を使ったばっかりにスマホを拾っただけなのにみたいな話ですか、バンキッシャーの効果を使っただけなのにみたいな話ですか、やべえ、あぶねーユニコーンだった、いやユニコーンは大丈夫だろさすがに、はい、手札捨てる、まあ一応ヘビーボーガー使おう、一応ヘビーボーガーで伴奏回避して出すこともできる、でこのワンドローが入って、あなたのワンドローでさらにこの盤面が解決される可能性ないでしょ、手札1枚から解決される可能性ないだろ多分、はいはいはい、はかなあぶねえ、あぶねえ、あぶねえな、てか今使わない方がいいか、ベビーボーガー、いやなんか調子乗って使っちゃったけど、これは使わない方がいいな、一応相手もう積んでたから盤面、ワンチャンドローでトップドローですごいの引かれる可能性あるじゃん、はい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 、いいでしょう、よし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 、皆さん調子乗って展開するのやめましょうね、いやディメンションアトラクターが来ている、クシャトリナじゃないことを祈るわ、クシャトリナじゃないことを祈ります、ピュッ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 、いやディメンションアタック刺されそう、このデッキはディメンションアトラクター刺さると言われているぞ、これなかなか展開止まってくれる可能性あるな、ちょっとディメンションアトラクターはあのギリギリまで見せないでおきましょう、ギリギリまで、おーなんか増殖かなみたいな、あ増殖する人間みたいな顔してストレイピアリーストレイト、なるほどね、無限包容エフベラケアね、はい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 、いいでしょう、まあ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 いいでしょう、速攻魔法にはチェーンします、はい、速攻魔法にはチェーン、さあストレイピアリーストレイトが入られて対象には取らなくなっちゃった、さすがにディメンションアトラクターで分からせる、さあディメンションアトラクターの効果適用されろ、はかなやめろ、よし
よし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 、アトラクター1枚で結構きついんじゃねえのピュアリーって。リリーオーケーオーケー、ピュアリープ持ってくるやつか、マイフレンドか。ピュアリープ持ってきて速攻魔法重ねるムーブみたいなことされた時、まあまあめんどくせえんだ。それでもディメンションアトラクターを打ったところでまあまあの妨害用意できるのはこのデッキ終わってんだよな結構。いやでも言うてマイフレンド、いやこれあれかな、どうなんだろう、ランク1して止まるのか、まあ、ビューティーして止まるのかちょっと分かんないんですけど、まあ、ビューティーなんかなこれ、もしかしたらスリーピーメモリープリティーメモリープリティーメモリー、なるほど、これスリーピーメモリーであれピュアリー、あーなるほど、これビューティーくせえな、プリティー重ねる感じか、あプリティー重ねる感じか、めんどくせえな、なるほど。で、あー出た、ビューティー来ちゃった。これちょっと無限法要持ちなんでね、相手のモンスター一体対象にとって交換無効にするとかいうキモい曲持ってるんで、まあこの猫をなんとかしないといけないんだよな。リンクリボーだるいだるいんですけど、これラゼンの効果に脳死で打ってくれる人とかあったら嬉しいけどね。でもそれにも微妙か、2体並べて殴んないといけないか、1600以上を。くそ、あ弱え、ハンドがトップが弱え。ビューティーいいよ、1枚ドロー、オッケー。ステーク You are so ステーク You are so Hey 夢じゃない、あれもこれも。いやわかんねえ、これさすがにヘビーボーガーな気がするわ、さすがにヘビーボーガー。何だーに、やりやがる、やりやがる、ラゼン、ラゼン召喚、ラゼン効果、ラゼンを召喚していこうか。さあ通る、ビューティー止める、まあでもこれ結構フリーチェーンあるんで、まあ多分止めない。さあ意外と初見殺ししてるかもしれません、相手も分からないかもしれません、バンキストールっていうテーマが。トール中村トール来た、これさすがにジャオロン、いやこれジャオロンでモンスター数増やせるの神ゲーすぎん。でバンキッシュソウル、ラーゼンの効果発動、これ縦列ぶち壊せばいいでしょ、もはや使わざるを得ないと言ったところですね。さあこうなるんだったらば、相手、もう使っといた方がよかったんじゃないか説。ありますね。ありますね。で、ビューティー行こうか。向こうね。オッケー。ラゼンが向こうになっていく。了解。オッケー。で、ジャオロンの効果。手札をチラ見せしたため、なんでか死んだけど出てくる。手札チラ見せしたら出てくるんだけど、強すぎないこれ。手がプッて見せただけで2000円出てくるのやば、強すぎ。一旦殴るか、一旦殴って、まあどっちにしてもリンクリボーがいるからあれか、どっちかしか通んねえのか。ストレイもめんどくせえな、ピュアリ出てくるんだよな。ちょっと一旦これリンクリボーで使わせられて攻撃力がゼロになりますよ、まあ、ラゼン君の攻撃がゼロになりました、攻撃続けません、うん。でジャオロンで爆破いけ、よし。でこれでエクシーズモンスターが戦闘を行ったという情報が、ゲットできた。これでかい、エクシーズモンスターが戦闘を行うという情報が得られた。さあこれで、ピュアリーが出てきて、さらにストレイデリシャス参戦の5、いや強えって、お前ふざけんねよ、ハンド増えすぎだろ、キモいなボケがよ。メイツー、まずはジャオロン一体でリング召喚、あらあら、ちょっとね、ジャオロンが炎炎っていうコマンドなんてちょっと今ないんですよね。はい。で、ロックオブバンキッシャーの効果を発動。さあ、ていうだから、バンキッシュソウルモンスター一体を特殊召喚。あらあら、バンキッシュソウル、ドクター、マットラブ、特殊召喚成功し効果。バンキッシュソウル、魔法トラップカードを1枚を手札に加えることができる。出す。デビルスかね、さすがに。まあちょっと3属性揃わなそうなんで、さすがに、ダストデビル持ってきて。で、
いやー、これ行くしかねえよな。レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築へ。エクシエンス召喚 12cc ライカ、攻撃表示ある見なかったこれ。そしてライカ1体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシエンス召喚ワールドボウ。そして、ワールドボウ1体でオーバーレイネットワークを再構築あ、ちなみにバンキストール結構ね、エクシエンスがしやすいのでレベル4が2体、ランク4が結構しやすいのでランク4で強いモンスターは全部入れといたらいいです。全部出るんで一応で、ディメンションアタッカーなんで除外されちゃうんで、ちょっと一旦さ、マイフレンド破壊したいなって言ってみるか。その伏せカードなんなんだろうな。あー、マイフレンズか、対象。なるほどな、破壊から免れる。オッケーオッケーオッケー。じゃあ伏せ使わせられた、伏せ使わせられました。ゼウスぶち込んでいきます。いやー、今じゃないよな、後でいいよな。これ全ての効果にチェーンすれば多分大丈夫なんで、マイフレンドかピュアリーの効果って言ってきた瞬間にチェーンしましょう。さすがに一滴とか入ってない だろうからね、多分大丈夫だと思うんだけど。マイフレンド効果でここにいたからアーゼウスって言えばいいんじゃないですか。さあ行きましょう。ネガロギアの効果、あ、いや違う、これだからもうディメンションアタッカーじゃないから、これあ、これ最強じゃね、これ超強いムービーできんじゃん俺。でアーゼウスの素材を外します。で外した上での、バンキッシュソウルによってラゼンを回収とかいう、あまりにも犯罪ムーブ、これ強くねえか。これアーゼウスのねコストがバンキッシュソウルなんで、ちゃんと回収してから吹き飛ぶという、これ後続を確保しながら吹き飛ばす最強のムーブ、杖来てるこれ。さあなれー、だれー、そいつは聞いてねえぜ、そいつは聞いてねえ、さすがにやばすぎる。でもさ、1枚から動けんのかそれ。デリシャスメモリー、デリシャスマイフレンズ、あーデリシャス、あーそういうことか、なるほどな、わかったわ。これピュアリープか、ダルディープだなこれ。リープでリリー効果でデリシャス吸ってか、うわうぜえ。いやでもまあ言うてもトラップカードでこの今このタイミングで打たれるわけじゃないんで、多分なんかアーゼウスの方がチェーンすればいいだけなんじゃないかな。うん、だるいな、打点高なのこれだいぶ。うざ、さあフランプ効果、うわやばいやばいやばい、アーゼウス殴れないこれ、うざすぎる。でセット、はい、いいでしょう。でピュアリープですね。まあ鬱陶しいけど、まあどっかで使わせればいいので、これ今ピュアリープチェーンをチェーン2とかでされちゃうとあれなんで、まあ相手のピュアリープの効果にチェーンしてアーゼウスを使うしかないですね、基本的に。プランプ効果いいでしょう。だからあれか、これあれだな、裏にするよっていう効果使えばいいんじゃねえか。これコンティニュー発動してマットラブ出して、でマットラブを表示形式変更から裏守備みたいな動きかな。コンティニュー発動で自分の持ちからマットラブ特殊召喚で縦にする、で裏守備月の書しますよみたいな効果、まあ、月の書じゃねえか、選んで守備表示ですか、月の書の強いわ。で効果増で、これサンダーボルト持ってきて、はいはい、そして手札よりコマンドを入力、バンキッシュソウルダストデビル必殺技コマンドを入力。さあ裏側チーム表示にするという効果にピュアリープを打つしかない。おっとここでアーゼンスが爆発させていく、ツーすべてのカード墓地に送っていく、ブーンつえ。で、なんか、墓地に行くカードのなんか、入力気持ちよくなったな。で、ステーキ、ユアソウル、炎属性見せます。そして、デッキより、炎属性オンサー。まあ、ジャオロンしか、この場合はいないか。
ジャオロン特殊召喚。さらに、ジャオロンの効果は発動しない。で、バンキッシュソウル、ラゼンを召喚。これ、あのチェーンはピュアリープのチェーンですね。え、これ合計だって7200なの？これ偉くね？これなんか、おしゃれポイント100点なんだけど。おしゃれポイント100点。対戦、ありがとうございました。おい。中のバンキシソウル界が生み出した謎のロボットめっちゃ強かったわ。あー弱え、なんもねえ、助けてくれ。これでなんもないとラゼン1枚からなんかそんなやばい展開できないからさ、普通に相手の盤面返せないんだよね。だからある程度の誘発とかを入れてまくっていくしかないかなと思うんですけど、結構ね、あのランク4は出やすいんで、アーゼウスとかは割合と行きやすいかなと思って、その辺はまあ評価に値するかなと思うんですけどね。高校まくり、高校まくり大体やってることなんかそのワイルドボーして、なんかアーゼウスしてるぐらい。正直言うとそのメインギミックから相手のあの盤面をまくっていけるかと言われるとかなり怪しいですね。バンキッシュソウル自体は、はいはい、なんかやばそうな動きしてますね。神殿を守るもの、やば。王家の神殿、やばい動き。え、なんかすごそうな、すごそうなセットカードじゃんこれ。王家の神殿からの神殿を守るものは結構やばい匂いするよ。スタンバヘイズかくらん、やべえ。やべえ。おい、なんでこういう時に限ったら何も言ってないんだ。助けてくれ、誰か！わあ！だあ！テイクの流れました。ありがとうございます。いや、ラゼン聞いたらワンチャンあるこれ。ラゼン聞いたらワンチャンある。もしかして、ないか。神殿守るもの。やったガラスはやばい！ああ！そんなバカな、やばいことが起きた。俺は手札が0枚、ドローフェーズにカードを1枚ドローできるはず。まだ可能性はある。何？ちょっとマジクソゲーだなこれ。マジクソゲーだこのデッキ。え、なんかこの人優しくね、なんかレディーまで出して殴ってくれるんだけど、これで、この盤面でレディーちゃんと出して殴ってくるの優しい。ヤタガラスで一生殴り続けられるんだと思った。